チロルの森は長野県塩尻市に存在した株式会社ファームが運営していた体験型総合テーマパークである1999年開園。オーストリアチロル地方をモチーフにしており、ヨーロッパの牧歌的な景観や農業体験などを楽しむことができる。主な特徴はラベンダー畑や牧舎があり、乗馬や動物との触れ合いなど自然に溶け込んだ施設となっている。 定期的にキャラクターショーや音楽祭等が開かれており、小さな子供がいる家族向けのイベントを行っている。また、駐車場が広いためカーミーティングの会場に使用されることが多い。自家製品の開発に積極的に関わっており、地産地消の考えをもとに地元企業と共同開発することが多い。マスコットキャラクターにチロリスがいる。マスコットキャラクター。 チロリス2020年9月28日、新型コロナウイルス感染症の影響で、同年11月29日に閉園することが発表され、予定通り11月29日に閉園した。閉園に伴い飼育されていた動物渡施設へ引っ越した。塩尻市長の小口俊之は、閉園について、残念だが致し方ないとコメントしている。 跡地の利用については2020年9月の時点で未定となっている。園内は森の入り口、味散歩の街、ワインと薪場の丘、遊びのエリアと4つのエリアに分けられている。味の散歩道牧者の羊、ありがとうございます。